この練習メニューはメディシンボールを使って力を発揮させていきたい方向を覚えていくための練習メニューとなります。練習方法としましては、前足側の膝を立て、軸足側の膝をついた状態でメディシンボールをセンターから右中間の方へ投げていきます。注意ポイントとしましては、この時に上半身を大きく振ってしまわないこと、またボールを背中側へ投げてしまわないように注意して行っていきましょう。それでは練習方法を紹介します。Is Ball One